はい、こんにちは。JTB 過去最大1051億円の赤字、コロナで旅行低迷ということで、JTB が28日に発表した2021年3月期の決算は、売上高が3721億円、前年比の 71.1% 減、最終的な儲けを表す純損益が1051円の赤字、前年は16億の黒字だったんですね。赤字幅は過去最大ということで、新型コロナウイルスで海外旅行の需要がほぼなく、国内の旅行も低迷したと。2022年の3月期は現時点で合理的な算定ができないとしながらも、ワクチンの接種が進み、海外旅行の渡航制限が解除されれば黒字化は実現可能としたということで、昨年来の旅行需要の大幅な落ち込みで売上高は前年比 71.1% 減の3721億円に激減してですね、で本業の儲けを示す純損益は前年は16億の黒字だったのが一転、過去最大の1051億の赤字を記録したんですね。まあ、立て直しのために、従業員ですね、グループの従業員数の4分の1の7200人の削減だとか、その国内の115店の閉店など、コスト削減を進める努力をしていたということなんですけども、従業員の年収を減らすため、3割減らすため、この日は、ボーナス、2022年度夏まで、ゼロとするね、方針も明かしたということでね、ちょっと先行きが、働いてる方としても、ね、大変な状況なんですけども、経営のね、安定度を示す自己資本比率ですね。自己資本比率は、3月末時点で、前年比が 17.4 ポイント減の 6.9% まで低下していると、財務の基盤を立て直すために、政府系の日本政策投資銀行が資本支援を受ける 調整を進めていますが、この日の会見では山北社長は資本増強について検討を進めると述べたものの、具体的に金融機関や資本についての言及は避けたということで、この日本政策投資銀行からの支援に関するニュースは、以前私動画上げてますので、概要欄に貼っておきますので、興味ある方は見てみてください。目先のね、財務基盤が強化できても、旅行の需要がそもそも回復しなければ、根本的なね、経営の、立て直しにはつながらないんでしょうと。そのため、感染状況が、落ち着くことが不可欠だが、新年度に入っても旅行需要が低迷してますよね。観光庁が2028日に発表した全国の旅行者の調査結果によると、回答した3103事業者の 64.8% が大型連休、これが5月の1日から5日の利用実績がコロナ前の19年よりも9割以上減ったと答えたと。今回の緊急事態宣言の延長で、需要の回復がさらに、遠のくのは必須ですと。JTB は2022年の、3月期の、業績予想は合理的な算定ができないと公表してなかったんですけども、山北社長は、なんとか、黒字化を実現すると力を注いでいたらしいんですけども、達成はね、不透明だという話なんですが、過去最大の1051億っていうことで、鉄道とかその航空事業の赤字の3000万4000万の赤字に比べればまだ可愛い方ですけど、それでも1000ですからね。 JTB ね、過去最大、これだけね赤字をで倒産しないのはすごいっていうのと、製造業じゃないので在庫の商品もないから、ある程度ね有利かなと思ったんですけど、これまでね、儲かっていたのが、すごいね、商売、すごい、旅行業っていうのはね、すごい商売だったんだなっていうのを改めて、このコロナで、わかる現実ですと。
JTB 自体は、全店舗をね、減らしたりだとかして、まあ、ネットに力を入れているということなんですけども、店頭のその対面の個人のプライベート旅行の販売の成長というのが、もうコロナ回復してもね、おそらくそんなすごい見込めないので、やっぱりその人の移動、修学旅行とか、その、団体旅行とか、学会とか、展示会とか、多数のその移動が必要なシーンというのは、コロナ禍においても、まあ、決してなくなりはしないんですけども、この先どうなんだっていうね、需要をその、応えているね、旅行業はね、今後も、まあ、必要な業種ではあるとは思うんですけども、今後どうなんだっていうところで、まあ、JTB だけがね、どうこうっていう問題じゃなくて、やっぱその、旅行業のね、働く、皆様にはね、なんとかこの、もうほんとこの社長が、この社長がおっしゃる通りね、ほんと不透明ですけど、ほんとなんとかね、いい方にね、なるようにね、耐えてほしいですね、っていうことで、まあ、あとね、いろんなその旅行に限らずで、ね、いろんな、まあ、業界でね、リストラは加速されていて、パナソニックさんですね、パナソニック、これも動画上げてますね。概要欄に載っけておきますね。松下幸之助さんの時代から比較的ね、人を大切にしてきたパナソニックもね、早期の退職を開始しましたし、40歳以上を対象にする会社が多いんですけども、この年代っていうのが、やっぱり再就職っていうのは日本ではかなり困難な年代で、まあ、あとは、その、氷河期世代の年代にも当たるので、またここでも氷河期世代が犠牲になってますと。で、まあ、40歳以上リストラになったら、まあ、年収ね、300万とかで不人気な、職種でもあれば、まあ、正社員でも雇ってくれる会社もあるんですけども、まあ、現実的にはね、結構厳しい状況なのかなっていうね、風になると思いますけども、まあ、独身なので、まだしもね、やっぱり家庭を持っていて、その子供がまだ学生とかで、住宅ローンとかもね、多く残っている人なら、本当これ悲惨な状態ですし、まあ、そういったね、日本では、そういったね、方が増えているということで、まあ、本当にね、このコロナの緊急事態宣言の延長だっていうのは、経済でね、大量の、人をね、殺すことになってますと。本当ね、地獄はね、これからなんじゃないかなっていうね、思うニュースでした。ということで、本日のニュースで、ためになったって方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。では、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、次のニュースでお会いしましょう。さよなら。